子猫の地位が始まるよ。今の近かった？うん、結構近かったな。落ちないよね。わからないぞ。傭兵が夜更かしすると雷様が怒っておへそを取り。ケント君、傭兵はもう小学生なのよ。ねえ。それちっちゃい頃よく言われたよ。傭兵。あ、チー起きたんだ。見て見て、チーが寝ている間にこんなに作ったんだよ。残念でした。壊すのは全部できてからね。続きしようっと。チー？にゃえ？嘘？停電？雷が落ちたんだ。何にも見えないよ。洗い物途中なのに。すぐ治ると思うけど。みゃみゃみゃ。わーい、真っ暗だ。お父さん、お母さん、どこ？ここよ、ソファーのとこ。ケント君？寝室だ。懐中電灯探してる。暗い、タヌキ。そういえば、チー。あそぼう。わ、どうしたの？チーが急に飛びついてきた。チー、暗くてよく見えないんだからじっとしてて。暗いな、タヌキ。あら、どこ行った？みみみみ。お、あったあった。ちぃ、それはおもちゃじゃないんだぞ。ここだ。ちぃ。ケント君？って、。頼むよ、暗いんだから。あ、見つけた。チさせるか。二人とも何してんの？いや、ちょっと。うわー、明るい。ランタンか、やるわね、ケント君。そういえばキャンプの時に使ったなーって。はい、チー、どうぞ。キャンプ楽しかったね。次のキャンプいつにする？じゃあ来週。やった。Yeah.
面白い。チー、捕まえてごらん。みゃ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 。それそれ。クーラー止まってるのに動き回るから。ん？小ぶりになってる。これで少しは涼しくなるんじゃないか。ほんとだ。にゃー、停電早く治るといいわね。小ぶりになったし、もうすぐだよ。チー、どうした？あ、何か見てる？なんだろう？ん？え？うわー！何か通ったね。ああ、右に行ったな。で、照らしてみるね。何、お父さん。あれはコウモリね。え？傭兵、虫取り網取ってきてちょうだい。え？わかった。なんだ？僕が？ケント君、頼んだわよ。お父さん、入った。まずはチーにコウモリを見つけてもらうの。にゃ、エムヌラなんか言う。もう見つけたみたい。次はせーので上を照らすわよ。え、どうして？コウモリは眩しいのが苦手なの。だから光を当てると暗い方に逃げるの。そこでお父さんが捕まえるんだね。その通り。お父さん、行くよ。よし、来い。せーの、それ。いた。逃げてく。ケント君。うわ、しまった。お父さん助かっちゃったな。そうね。にゃー。あ、にゃ、すっごい綺麗。おお、天の川だ。うわー、こんな都会で見えることもあるのね。地上が暗いと空が明るく見えるんだね。だったらたまには停電もいいね、傭兵ったら。すごーい。おー、すげー、キラキラだぜ。キラキラら。
ホッチを探しに行くって。楽しいことが待ってそうだぞ。次回ファッフィーランドの旅レベル3だち。あっち向いてふいやうよ。せーの、あっち向いて。